すき焼き、ありがとうございます。はい、あの21時に公開されたんですけど、 AKB48 グループ×ビス×ショールームオーディションで1位を取ってグランプリに選んでいただきました。はーい、ちょっと待って、ありがとうございます。グランプリということで、これから1年間ビスさんでレギュラーモデルをさせていただきます。え、なんかお肉と焼肉来た。おー、ありがとう。お祝いの焼肉、これは何ですか、タワーですか。お肉ありがとうございます。お肉大好き、すき焼きも好きだけど焼肉も好きですね。そうなので、ビスさんに1年間モデルとしてあの乗らせていただきます。本当にありがとうございます。あの待って、何言おうとして忘れた。あ、結果はいつ知ったかな。でもトーク会の時にはもう知ってまして、そういうファンの人にいつ分かるのって言われた時に、すごいめっちゃまだ分かんないんだよねみたいな言ってて、でも本当は知ってまして、いやー嬉しいです。知ってたのですごい濁してて、メンバーにも誰一人言わなかったです。あの言っちゃダメって言われてたので、もう真面目なのでそこはちゃんと守ってました。なのでずっと黙ってたんですけど、ようやく解禁されたということで皆さんには伝えることができて嬉しいです。本当に今まで以上にたくさんの方が協力してくださってて、イベントでだから一人でも多くの方にあの買っていただきたいなと思います。協力してくださった方にはもちろん。なのでこれからはちょっと頑張っていきたいと思います。今まで以上に新しいことにも挑戦するということなので、皆さんいっぱいありがとう。撮影の時に、オーディションをさせていただいて、その後に結果が知らされたって感じですね。なので初めてこうしてちゃんと盛れるので嬉しいです。本当にありがとうございます。私もすごいオーディションの時に全然うまく受け答えができなくて、本当にちゃんと質問されたことに対して返せてなかった気がしてたので、もう本当に、あ、もう本当に皆さんには申し訳ない、本当申し訳ないって思ってたんですけど、まさかいただけたので嬉しかったです。いや本当に嬉しかった。みんなギフトもいっぱいありがとう。すき焼きめっちゃ来てる、ありがとう。で、私小学生から見ててアイドルがよく載ってたんですよ、ビスさんって。だからよく見てた雑誌なので本当に嬉しいです。焼肉ね、なんかタワー来てて、もう一個すき焼き、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 焼肉、あれすき焼き3個来てるね。あれこれ焼肉、あ、石はありがとう。焼肉とすき焼きタワーありがとう。本当に撮影の時も本当に緊張が顔に出ちゃってるんですけど、本
当にこれから次の撮影までにはちょっといろいろ研究してやるので、今回はすごい緊張が顔に出まくってるんですけど、でもぜひ手に取っていただけたらなと思います。本当ありがとうございます。すごい通知来てるんですけども本当に嬉しくてですね、ママからも、あ、えなちゃんから LINE 来ましたいや本当写真、あの私結構メイクで顔が変わるタイプなので、いろんな私をお届けできるかなと思うので、ぜひ毎月買っていただけたら嬉しいです。本当に楽しみにしていてください。発売も、はい、ペンライトありがとうございます。ちょっと待って、ハイライト入れすぎ、まさかの。本当に慣れると思ってなかったので、だからいろんな私をお届けしたいので、ぜひちょっとカメレオン女子的に感じでいろんな姿を見せるといいなと思います。なのでね、 SKE にも新しい層のファンの子を持ってこられるような人になりたいなと思ってるので、私を見て SKE を知って、今の SKE ってこんなにも可愛くがいるんだって知ってもらえたらいいなと思うので、その架け橋にもなれたらいいなと思ってます。なんかすごく本当に面接の時に全然うまいこと言えなくて、だから本当に大丈夫かなってすごい不安だったんですよ。でも嬉しい、友達に勧めされて、うわー嬉しい、ありがとうございます。そう本当にマジで入り口になりたいので、私は女の子に憧れてアイドルとモデルになりたいと思って、このね SKE ってか AKB グループのオーディションを受けたんですけど、だから私もそのビスさんを通して誰かの憧れの的になれたらいいなと思います。はい、本当にねびっくりしました。何で知ったんだっけな、電話、あ、メール、電話かな、あ、メールですね。朝起きたら届いててびっくりして泣きました。すき焼きありがとう、すき焼きいっぱい、焼肉もありがとう。本当にだから今まで応援してくださってるファンの方はもちろんなんですけども、女の子のファンもちょっと SKE に取り込んで来られるような人になりたいなと思います。私は小学生の時からアイドルもモデルもやりたいと思ってたので、今まさに叶えることができて本当に嬉しいです。早く知らせたくて仕方がなかった。マジずっと黙ってました。本当になんか本当に真面目ってかクソ真面目なので、本当に大人の人に言われたことめっちゃ守る人なんですよ私。だから本当に同期とかにも言わなかったし、唯一親だけに言いましたけど、他は本当に誰にも言ってなくて、いやみんなのおかげです。すごい最後の追い上げもあったからこそなので、本当にありがとうございます。そうなんかね、そうブログの最後に、私モデルのお仕事をすることが夢ですってずっと書き続けてるんですけど、それがSKEのブログの管理してくださってる方、もうやめちゃったんですけど、その方になんか書き続けると夢叶うよって言われたので、ずっと書き続けてたんですよ。2年前ぐらいに言われたのかな、なんかモデル
仕事したいんですけど、なんか全然そういう機会がなくてみたいなのをそういう相談した時にちょっと言ってくださって、だからずっと書き続けてたら、そう、言霊叶えまして、だからみんなも本当にもうちゃんと言いたいこと、言いたいことってか叶えたいこととか全然口に出したら絶対叶えと思います。本当に、いや、これがあったから叶ったかもしれないと思うと、一つ一つのことがやっぱ大事だなと思うので、ありがとうございます、本当にね。まあその方には結構マイナスなことをすごい気にしすぎって笑ってて、その方の言葉を受けてすごいポジティブになれたので、本当にその方にはすごい感謝をしております。いろいろなので、それがあってからこそのことかもしれないので、嬉しい、ありがとうございます。なんかすごい、なんだろう、可愛い感じの服にまた最近すごくハマり始めてて、めっちゃガーリー系みたいな服が最近すごい好きなので、好きですし、なんかあんまり他の人と被らないようなお洋服が好きなので、すごい実際読んでたんですけど、だからこそ嬉しいです。いろんなお洋服着たい、楽しみです。なんか何にでも似合う女の子になりたいので、ちょっとそれを身をもって証明していけたらいいなと思います。皆さんツイッターでたくさん拡散してください、この SKE からモデル出身が出たぞってお願いします。ぜひ、本当にこれからやっぱりちょっといろいろ、まあ磨いていかなきゃいけない部分があるので、ちょっと磨いていきたいと思います。本当に磨かないとダメなところばかりなのでだからちょっと1年かけてだとちょっと遅いかもしれないんですけど、ちょっと成長は遅いかもしれないけど、少しずつ自分磨きもしつつ、その成長過程も見ていただけたらなと思います。いや、本当にずっと我慢してたので言えて嬉しい、ありがとうございます。もっともっとインスタの活動もちょっと頑張りたいなと思いますコロナ禍になってから本当に お出かけしなくなっちゃって、お友達も忙しくて写真撮ってくれる人がいないので、だからインスタ全然写真投稿できてないんですけど、やっぱり女の子とかが見る雑誌のモデルさんになるということなので、ちょっとインスタグラムも頑張ろうと思いますし、SKE にも可愛い子がめちゃめちゃいるってことを SNS とかでも上げていきたいなと思います1年間、多分1年って長いと思うんですけど、多分きっとあっという間なので、すごいもう本当に楽しみたいと思います。いや、皆さんも本当に予想してなかったと思うんですよ。まあ私のこと応援してくださった方はなってくれたら嬉しいなって思ってたけど、でもこの時の中では無理かもしんないんじゃないって思ってる方もいたと思うんですけど、本当にびっくりしたでしょ。絶対私もびっくりしました。私の場合は本当にうまいこと言えなくて、面接でだから本当にやばい、もう本当にごめんなさいと思ったんですよ。ファンの皆さん本当にごめんなさいって。だけど無事ゲットできたのでよかったです。嬉しい、ありがとうございます。あと1月号にはセブンネットさんで購入していただくと
ポストカードつくので、ぜひそれも買ってください。買ってくださいってか、ゲットしてください。ランダムで宮丸さんと石塚瑞希ちゃんのポストカード3枚、どれか1枚つくのでぜひ買ってください。ゲットしてください。定期的に買うやつもよかったら登録してください。ちょっと私も追加しようと思いますポストカードの写真も公開されたので見てください。定期購読、ちょっと読み方わからないです気になってきました。嬉しい、ありがとうございます。初見さんもいっぱい来てくれてありがとう。 YouTube も上がってます。ちょっとマジで YouTube は本当に緊張してるので、ずっと借りてきた猫状態だったのでちょっとやばいんですけど、見てください。頑張ります。次から自然体で頑張ります。本当にそうね、告知されてる、ちょっとツイートしなきゃいけない。でも今めっちゃツイッターにリプみたいなのが来てて、いやもう本当に返す、ショールームが終わったらゆっくり返していきたいと思います。皆さん本当にあの時皆さんが本当に最後まで諦めずにやってくださったおかげで本当になれました。皆さんは私にそのレギュラーモデルグランプリを取る架け橋を作ってくださったので、本当に皆さんがいなかったら私は今ここにいません。本当にね、私が SKE に入ったのも皆さんの投票で入ったし、今回も皆さんが架け橋になってくださったので、慣れたことなので、本当に皆さんがいなければね、私はここにいないということを本当に改めて感じさせていただきました。ちょっとね、こいつがよって思う人が世の中には一人ぐらいはいると思うので、そういう方に1年後、あ、やっぱこういう子がなるんだなみたいな感じをね、ちょっと思っていただけるように頑張ります。嬉しい。審査員のさんのコメントありました。いや嬉しいことを書いてありましたね、ちょっと本当に。そう、今回前回はチームケッツーから2人出てたので、やっぱ先輩に頼むのがちょっとって感じだったんですけど、今回は1人しかいなかったので、ケッツーの先輩がすごい協力してくださったり、あと9期の子もね協力してくださったりして、本当にそのおかげで1位になれたので嬉しかったです。え、そう、あ、なんかさっき LINE 来てた、あの24ちゃんから LINE 来てた、動画が来てました動画来てた、おめでとうみたいな、まだ見てないんだけど、そう、いや本当にこのイベントも本当にショールームイベントやらないって言った後に来て、3人立候補ができる枠があるんですけど、2枠しか立候補しなくて、で私やらないって言ったのに立候補するのもなってすごい思ってて、だけど立候補したら皆さんがすごい、お、やるぞやるぞみたいな感じになってくれて、慣れたので、本当にあの時立候補してよかったなって思います。ゼップとかすごい被ってたのにね、逆にあれが良かったのかもしれない。いや本当に本当にありがとうございます。でも なんていう顔をしたらいいか分からなくて、ちょっと戸惑ってる。ごくかありがとうございます。そう、最後の挑戦でした。私にとってすごい、みんなにね助けてもらったばっかだった。めっちゃ お肉めっちゃ来てる、やったー、嬉しい。お祝いのお肉ありがとう。私はすき焼きでも焼肉でも両方好きですとか言うとみんな困っちゃう。嬉しい、ありがとう。
今日はアイスで大盛り上がりしたいと思います。みんなが星を地道に投げてくれたおかげです。いっぱいコメント来てて嬉しかった。最初本当は9時ぴったりに配信しようと思ったんですけど、9時だとねいろいろタイミングがかぶっちゃうなと思って、しかも今大富豪タイム中ですよね。ちょっと申し訳ないんですけどでも早くやった方がいいなと思って、で私も今日ユニット公演のユニットを1曲覚えたのでちょっと息抜きにショールームもしました。ツイートの水着マークはただみんながこの発表のために来てくれるようにわざと水着マークつけちゃいました。水着マークつけちゃった。水着はしないんですけど、まあみんなが来てくれるようにつけちゃいました。つけといた、とりあえず期待してくださった人いるかわかんないけど、それはすいません。24日だからということか。そう、もしかしたらと思う人いるじゃん多分、まあ、違うんですけどねみたいなね、すいません。前もやったんだよねこういう絵文字でするみたいな。うん、嬉しい来てくれてまあ全然違うお話だったんですけど、ビスさんのグランプリに選ばれましたよっていう配信でした。いや嬉しい本当に、ありがとうございます本当に。あ、それでこちらのねクロミーちゃんのコラボもネスキーは始まるので、ぜひこの配信を見てるあの方、あのビスさんのやつを通して知ってくださった方いたら、あの SK とクロミちゃんがコラボするのでぜひゲットしてください。26日の栄の場っていうところのロフトであるので、あのクロミちゃんと SK コラボしてるのでぜひ初めて知った方はぜひゲットしに行ってください。サインも書いたので、なんか最近本当に女の子のファンが増えるんじゃないかっていうことをすごいいろいろやってて、すごい私も嬉しいです。私もビスさんに乗るということなので、女の子が必然と私のことを見るわけじゃないですか。でクロミちゃんってクロミちゃん好きな女の子いっぱいいるから、え、好きとコラボするんだってなるじゃないですか。本当に嬉しいお知らせばっかりです最近なので、嬉しいです。みんな嬉しいお知らせがたくさん、撮影のためにやったこと、まあ、とりあえず足マッサージしました。めっちゃ顔もで唇の血行が悪いので、めっちゃマキシマイザーなんで血行良くしてた。嬉しい。ゲイさんのファンの方が言ってもいいのかな、クロミちゃん。え、全然、モバイルバッテリーゲットできるんです。これまだ開けてないんだけどさ、モバイルバッテリーもゲットできる。表紙いつかなれたらいいな、頑張ります。本当にそればかりは自分が頑張らないといけないものだから、ここからは自分で頑張るところです。あ、ちょっと開かなかった。モバイルバッテリーこれ使えますよ、女の子でも男の子でも使えますので、買ってください。ポーチとかもあるし、男の子だとポーチ使うのか分かんないどうぞ。ちょっとね、これからもみんなが私のことを、そうですね、最近入って SK に入って昇格してカミングフレーバーに選ばれて、カミングフレーバーとして CD を出して以降、私個人的な私に対しての
嬉しいお知らせがあんまりなかったんですね。 AKとしてはあったけど、だからああいい波が途切れちゃったって時にこのお知らせが来たので、いやー再加熱なんていうの、また頑張る時が来たなって、いやいつも頑張るけどなんていうの、もう一回再び頑張ろうってなる時が来たなって思います。すき焼きと焼き肉はどっちが好きなの？どっちも好きなんですよ、お肉だからでもすき焼き多いからすき焼きかな焼き肉も好きだけど、そうウェーブになっていこう。そうですね、いつの間に撮影とオーディションが同じ日だった。だから本当に頑張ります。でなんかもうモデルのお仕事が忙しくて、本当に公演も出られないくらい忙しいわみたいな、お呼ばれできるぐらい頑張ってた。焼肉だけでちょっとそうだね、言ってないもん、焼肉が好き焼きどっちも好きなんですけど、こういう時はどうすればいいんでしょうか。あんなのが難かったし、ちょっと本当に頑張ります。まずはこの辺のお肉をでなくしていきたいと思います。ちょっと私の成長も見てください。ポストカード買うとちょっと全身ちょっと半身写ってるから服見てください。可愛い服は着れるの？着れます。っていうかめっちゃ可愛かった、1回目ってかこの前の撮影の時から、見てくださいね、これからもっともっと流行に敏感な女の子になっていくなと思いますので、そう、壁側のリアクション大事だもんね、ファッション誌。そう、本はすごい、雑誌がすごい大事なので、皆さんがいいなって思ってもらえるように、皆さんにもいいなって思ってもらえるようなやつがいいし、初めて見る方にもいいなって思ってもらえるような表情とか出せたらいいなと思います、はい、私はすごい、まあ、こんな顔なんですけど、そのドーリー系のモデルさんとかがすごい好きなので、そういう感じのメイクをさせていただきました。今回はちょっと1年間はすごい気を張らないと、今まで以上に気を張らないといけないなと思います、うん、あ、そう、本間日向さんが前回のイベントで1位になってグランプリを取ってたんですけど、いろんなモデルさんと共演してたので、うわ羨ましいなって思ってたので、私もいつかできたらいいなって。スタイル、そう、二十歳超えたら太りやすくなるって聞いたので、ちょっと本当にこればかりは太ってたまるかということで、ドーリー何 お人形さん話してみたい。いや本当に初めてのことばっかで、すごい撮影の時本当に緊張したんですよ。だからまた緊張しちゃうと思うんですけど、ちょっと頑張ります。新しく知ってもらうためにも、あこの子いいなって思ってもらえるぐらいなりたいです。好きなモデルさんいっぱいいるんだよね、割と。なんか系統がすごいバラバラで、なんか出さなかったっけアンケートみたいな、出せないか中村梨紗さんとか佐藤ノアさんとか、そういうもん本当にお人形さんみたいな方が好きです。私ハートありがとう、いっぱいギフトありがとう、バラとか、あお酒、私全然お酒飲まないから大丈夫、
本当に。なのでこれからね、あんまりアイドルの私はこうやって前髪きっちりしてるけど、前髪とかすごいおしゃれな感じの私が紙面で見られると思うので、それもお楽しみにしててください。すごい楽しみにしてます。次の撮影も頑張っていきたいと思います。皆さんこれからもたくさんゲットしてくださいね。1年間とは言うす、もっとワクワクですね。ちょっと本当にね、ワクワクが止まれません。次まで面接の時に、面接がある近くの時にゼロ星の撮影でルカさんと一緒だったんですけど、ラブリーは困り顔になるから絶対困ってる顔しないのねって言われたけど、多分困った顔しちゃいました。私質疑応答が本当に苦手で、本当に日本語ヘタヘタ人間だったと思うんですけど、本当に選んでいただけて嬉しいです。確かに撮影の時に眉毛がハの字だねって言われたんです。だから本当にそれ出さないようにこうやって眉毛つり上げていきたいと思います。ワクワクさん、やっぱそうなんだよね。多分普通の眉毛にしていきたいと思います。いやパロルさんの困り顔はすごい可愛いね。私の困り顔はガチの困り顔なんですよ。面接苦手そう。いやそうなんです。高校の面接はすごい楽しくできたんですけど、ほぼ100受かるかやつだったから。でもビスさんは受かるか分かんないから本当に怖くてやばいなって思って、何言ってるか分かんなくなりましたもん。質疑応答してるとき自分何言ってんだろうって思って、伝わってるかなって思ってすごい不安になっちゃった。これからもね、直していかないといけないところがたくさんあるので、ちょっと改善していかなければいけない。眉間にシワじゃなくて眉毛が下がっちゃうの。なんか多分こういうこと見える。シワってより、多分ここに力入ってんの。こういうことよくやっちゃう。シンポジの時とかよく見ててください。私がシンポジの時こんなんだから、やばいってなって。言い忘れてましたけど、皆さんこんばんは。こんばんは。毎月いろんなラブリーに出会えます。それを楽しみにしていてください。いや言い忘れてたかなと思って、こんばんは。なんか言ってない、言ったっけ、言ってない気がして、ちょっと手法的なことを言い忘れてしまって申し訳ない。おめでとう、ありがとう。あとなんか話してないことありますかね。あのセブンネットさんでゲットしていただくとポストカードがランダムでつくこと、あとセブンネットさんの方で絵柄が公開されたのと、表紙、表紙じゃないわ、乗るよ、ミスさんに乗るよってことと、あ、グランプリを取らせていただいたよってこと、あ、1年間レギュラーモデルを務めさせていただくよってことと、あ、フレンチガーリーっていうメイクをしたよってことを公開されたので、ぜひぜひぜひチェックしてください。
影の裏話があれば、あ、なんか、あ、でもこれ言っちゃいけないやつかもしれないから、ちょっとそれは発売されてからにしようかな、この話は。裏話はいろんなインタビューもさせていただいたんですけど、あ、みんな全員してるインタビューなんですけど、おすすめのコスメみたいなのもあったんですけど、それさえもまともに話せないぐらいガチガチでしたね。緊張してるねってマネージャーさんに言われましたもん。バレバレでした。もちろんって感じ。撮影が終わってからも緊張してた、ちょっと初めてのスタジオだからどこに行っていいか分かんなくて、はあ、どうしようと思って、めっちゃ緊張した。でもやっぱ宮丸さんは前回やってたから慣れてる感じがありましたね。ああ、プロだなって。石塚みずきちゃんと仲良く、なんかでもおしゃべりもしました。あと可愛い可愛いで一方的に言ってた。あとこの前の公演でお芋のチョコをあげました。それだけですね。まだでも今度グループトーク会一緒な気がするから、ぜひミスのお話してください。石塚みずきちゃんと石津さんは声が可愛い、本当にそれなんです。石津さん今回おでこを出しててすごいめちゃ可愛い普通にと思ったので、じゃ可愛いのでぜひ拝んでください。可愛い子がいっぱい載ってる雑誌なので、ありがとうございます。嬉しい。オフショットは1枚だけインスタに載せました。また載せます。ちょっとインスタちょっとこだわりがあるので、そう少しずつ載せていけたらいいなと思います。そう初めてだったから宮村さんがいて心強かった。本当に紙筆で同じだった。あ、そう紙筆もこれでこれを機に広めていきたい本当に。だからインタビューで紙筆のことも話したんですけど、ちょっとだけ使われるか分かんないけど、カミングフレーバーもやっぱりこういうこれを機にいろんな層から愛されるようになったらいいなと思うので、カミフレのこともお話できたらいいなと。そうです、メイクもこういろんなメイクがあるんですよ。今回もしかしたら濃いなって思った方もいるかもしれないし、薄いなって思った方もいると思うんですけど、これからいろんなお話を見ていただけるので見てください。広めていってやっぱりね、広めたい、もっと SKE も広めたいし、カミフレも広めたいし、私のことも知ってほしい。陰橋になりたいなと思ってます。おこがましいんですけど、これを機に本当になんか今まであんまり注目してこなかった SKE のファンの方とかにも注目していただけたらいいなって思います。女の子だけではなく男の方もぜひ。私のファンの方は割と年齢層広めなので、あんまり気にしないで会いに来てくださったら嬉しいです。ぜひ来てください。いろいろイベント、ありがとう、いいね。あとはもうないかな、何を話したか分からん、段取りを決めずにたくさん話しちゃったから。いや、なんかもう本当にさ、実感がすごいじわじわ湧いてきて怖い、これからが。怖い、これからが。でもこれ今まであんまり、まあ自分らしくいたらいいと思うので、自分らしく頑張ります。
しい。みんなも女の子の雑誌あれだなと思うかもしれないけど、可愛い子本当にいっぱい載ってるのでぜひ見てください。ビズさんおめでとう、ありがとう。次のファッション採点してください。え、でもできるかな。一回さ、ファッション採点してくださいって言ってさ、採点したんですよ、ファンの人の。私が思う、男の人のファッションわかんないから、私が思う採点したら来なくなっちゃった採点したら来なくなっちゃって、あ、申し訳ないと思って。来なくなっちゃったんだよね。ちょっと低く言い過ぎちゃったかもしれないけど、本当にね、ごめんなさいって感じなんだけど、多分結構彼的にはすごい自信があったと思うんですけど、本当にごめんなさいって感じ。ちょっと素直に言い過ぎた。でもそんな変じゃなかった、普通に変じゃなかったからこそ相手のいじりでちょっと低く言っちゃったんですけど、本当にごめんなさいって感じ。本当に来なくなっちゃった。リプもよくしてくださってたんですけど、来なくなっちゃって、うん、握手会の時だったからもう2年前とかなんですけど、ショールームのコメントも今見る限りいないので。でもほとんど私が一番推しじゃなくて、多分3番目とか4番目とかね、好きだったと思うので、一番ではなかったと思うっけ。なんて言ったか分かんないけど、でも別にそこまで変じゃなかったの。私的にはこの人なら、あの冗談が通じると思って行ったら、ちょっと、うん、ちょっと来ちゃったみたいな、ごめんなさいって感じ。自信があったんだろうな。ごめんなさいね、本当に相手のね好みもある。てか男の人の服本当に分かんなくてだよねって、面白い。だから本当に逆に自信ある人は採点頼んだら低くいっちゃうかもしれない。え、どうだろう。でも来てください、採点とか関係なく。まだ握手会があった頃ですね、懐かしい。でもなんか普通に全然みんな普通に全然おしゃれだと思いますよ、私のレーンに来る人を見る限り。他のレーンは知らないんですけど、もしかして歌うまくなった、本当にどうなんだろうか。でも安定感は欲しいので、すごいイコラブさん見て頑張ってるよ。歌女性ファンも増えてるね。そうね、欲しい女の子のファン。あとミスさん飼ってる方って20代の方もいるので、ちょっと大人な方にもちょっと知っていただけたらなと。カメリア最高、嬉しい。あ、そうか、ミングフレーバーで新しい新曲はあやかにまの時に披露したので、それも今 LINE ライブで見れるので見てください。よかった。ハイブランドで固めていけば100点もらえますか。え、くださいください。島村でコーディネートしてもらってから行きます。でも最近の島村ってすごいいいんですよ、かわいい。行ったことないけど最近は、でも結構量産型の服とかも売ってるって TikTok で見た。飯場も楽しみして、楽しみにしててください。マイクさんをお頼みしてるの、あ、バレましたか。マーキコさんがよくストーリーに載せてるサロンとかを私こっそり行ってるんですよ。
でも最近マリコさんめっちゃカフェ載せてて、行きたかったところもめっちゃ載せてるから、やばい、なんかパクられたって思われたらどうしようと思って行けないですけど、でもすごい行きたいって思ってたカフェに本当にマキコさんがたまたま行ってて、でサロンはやっぱマキコさんだから、マキコさんは結構美容に詳しいっていうか、なんか女子力高めなので、マキコさんが行ってるってことはってなって、結構こっそり行っちゃいますね、サロン。真似しちゃいたい、真似しがち、申し訳ない。本人には行ってないですけど、まつげパーマのお店を教えていただいたので、そこには行ってる。そこはマキコさんに教えてもらいました。あの世界のスーパーヒーローのミュージックビデオの時にチームが一緒だったので、そういうお話になってまつげパーマのお店を教えていただきました。こっそり言ってる。マキコさん喜んでる。本当ですか。マキコさん本当おしゃれなんですね。いろんな系統の洋服着てる。バレちゃった早い。こっそりです。本当ですか。下がってこない。あ、でも私パリジェンヌをし始めて3ヶ月目なんですけど、結構持つようになってきたから、まつげパーマは続けることが大事です。あと擦るとダメなしメイク落とすとき、こうらしい、まあ、これやっちゃうよね、擦る擦る擦っちゃう。もっと話せない内緒にする。確かに、でもなんか自分かな、このサロン真似ちゃいましたとかなんか言えなくて緊張しちゃう。あーチーム、そうチーム違うから合わないです。本当にみんなあのあれだ、あのアナンちゃんの時みたいに言ってください、マキコさんに。ラブリンがあのマキコさんが言ってるストーリーに載せてるサロン、こっそり言ってるみたいですよって言ってください。それかマキコさんが言ってるカフェにラブリンが行きたいって思ってるところばかりらしいですよって言ってください。でもこれはツイッターに書かないでください。マキコさんがショールームした時にコメント書きに行ってください。でもこの前回アナンちゃんの時にアナンちゃんに話しかけれなくて緊張してやって、だからちょっとまだアナンちゃんにも直接写真撮ろうって言えないんですって。ビスのインタビュー、あ、じゃあそのビスのインタビューに載ってるやつをスクショして DM かなんかに送ったら見てくれるかな。ちょっと本当にツイッターに本当に書かないでほしい。エゴサで引っかかっちゃうのちょっと気まずいと言いますか、気まずいんですね。ちょっとそう、さりげなくがいい。そう、アナンちゃん合わないんですけど、この前あった埼玉で、でも手元に携帯がなくて写真撮れなくて、ちょっとツイッターも早めに動かさないと、早めに動かさないとさ日付変わっちゃってみんな寝ちゃうから、みんな早いですね。